ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。いよいよ、国内向けの Zenfone 5が5月15日に発表されることが決まりましたが、そこで気になるのが、Zenfone 5に搭載されている Snapdragon 636という新しい CPU の性能だと思います。その前に、Zenfone 5には CPU の違いによって2つのモデルが存在して、まず1つが低価格モデルとなる Snapdragon 630を搭載したモデル。そしておそらく日本で発売されることになる上位モデルのスナップドラゴン636を搭載したモデルの2つです。特にスナップドラゴン636の方は新しい CPU でまだ採用した製品日本でもほとんど発売されていませんので、どれぐらいの実力があるかご存知ない方の方が多いと思います。ではそのスナップドラゴン636のスペックですが、バージョン7以降のアンツッツのスコアとして11から12万点になります。同じくアンツッツのスコアで言うと、下位モデルとなるスナップドラゴン630の方が8から9万点。そしてミッドハイとも呼ばれるミドルレンジではありますが、ハイエンドモデルに近いスペックを持ったスマホに搭載されているスナップドラゴン660の場合ですと、同じくバージョン7以降のアンツッツのスコアとして13から14万点になります。アンツッツのベンチマーク結果だけ見るならば、最新モデルのスナップドラゴン636よりも、現行のスナップドラゴン660の方がスペックは高いということになるんですが、スナップドラゴン660を搭載したスマホは価格は高いものが多くて、だいたい6万円程度します。一方のスナップドラゴン636を搭載したモデルですが、この CPU を搭載した Zenfone 5が現在通販サイトなどで販売されています。こちらは5月に発表される予定の国内版の Zenfone 5ではなくて、あくまで海外版の Zenfone 5となるんですが、安いところでは4万5千円程度で販売されています。つまり、スナップドラゴン660を搭載したモデルだと約6万円と価格が高いのに対して、それと同じスペックを搭載しつつ、ディスプレイやカメラにこだわったモデルが4万円台で購入できることになります。また、もっと言うならば、スナップドラゴン636を搭載しながら、カメラやディスプレイなどその他のスペックを落としたモデルですと、1万円台で購入することができるモデルも作れるということになります。現に先日 ASUS が海外で発表した Zenfone Max Pro M1 というモデルですと、スナップドラゴン636を搭載しながら価格が1万円台のモデルも存在しました。ということで、スナップドラゴン636ですが、一部サイトでは意外とスペックが高いということばかりに注目されがちですが、このスナップドラゴン636の最大の特徴としてはコストパフォーマンスの高さです。ですので、例えばスペックを要求されるようなスマホ向けのゲームをプレイしたい、でも端末にはあまりお金をかけたくないという方にとっては、このスナップドラゴン636を搭載した端末というのはかなり狙い目だと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。